ちゃくちゃ違う。チャンスだったら分かるけど、その中で、横でね、肩で。ヘディングのチャンス、後ろからバックスターです。出身の清水隼人さんです。もうスタジアムではいち早く同点弾をアナウンスして歓声が起こりましたが、